かしこまりました。それでは、梅野源氏選手の、インタビューを開始したいと思います。梅野選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまずオフィシャルの方からインタビューさせていただきます。お願いいたします。じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、ライズ参戦が1年5ヶ月ぶりになりますけども、これ改めてもう一度これライズに挑戦しようと思ったってきっかけは何だったんですか？そうですね、やっぱり一番の理由としては、一番最後に参戦させていただいたライズのワールドシリーズ決勝で、はい、こうちょっと悔しい、思い結果だったので、やはりこうもう一度ライズのリングで、ライズルールに適応したような戦い方を、しっかりしてみんなにこう見せたいなっていう思いは、強くあったので、あれからずっと思ってましたね、ライズには参戦したいなっていう気持ちは。改めて、一度挑戦してみて、梅野選手がずっとやってるムエタイとやっぱりライズルールの違いっていうのはやっぱ肌で感じるものありました？そうですね、やっぱりこうムエタイと近い距離だと肘があったりとか、組みつくだけど、ライズにはこう組みつきもなければ肘もないんで、やっぱりそういったこう距離感、この距離でこの技を出す、この距離だったらこの技は来ないっていう、ちょっとこうそのなんていうんですかね、癖というかその抜けなかったのかなっていうのは、そこはちょっと難しかったかなっていう。じゃああれですか、同じムエタイからこのライズに参戦して、前一度公開練習やなんかで一緒になったことのある志郎選手やなんかの活躍っていうのはやっぱり刺激になりますか？そうですね、彼なんていうのはこうムエタイの、間合いとライズの間合いしっかりとも使い分けて、今まで試合してきただろうし、今はライズに定期的に参戦しているので、今はもうしっかりとライズの距離で近い距離だったら、打ち合ったりだとか、本当適応してますよ、うまくちゃんと研究して、なんかやっぱそういう風なのを見てると参考になるなっていうのはありますね。じゃあ今回を機にやっぱり俺もできるぞ、やるぞっていう部分をやっぱり梅野源氏として見せたいのは多々あるわけですね、今回。そうですね、で、ちょうど対戦相手もノラシンっていう、まあ、本当ハードパンチャーじゃないですか、はい、ライズにすごく向いてるようなファイトスタイルだと思うんで、そういった選手に、なんだろうな、ライズに対応した戦い方をしつつ、こう、いい勝ち方ができれば、今後また、ライズのリングでもムエタイのリングでも生きてくるのかなっていうふうな思いはありますね。で、今も名前出ましたけど、もう今回の対戦相手のノラシン選手、ブランクはありますけども、かなり危険な相手っていうふうに周りは見てますけど、はい、いかがですか？そうですね、やっぱり本当ハードパンチャーで KO をずっと積み重ねてきた、ムエタイファイターには珍しいタイプの戦い方だと思うんですけど、はい、うちのトレーナー、タイ人のトレーナーもみんなやっぱりこうパンチには気をつけろっていう、あれをもらうと一発でこう倒れちゃうよっていう、そのぐらい強い選手だというふうに聞いてるんで、やっぱりとにかく一番に気をつけなきゃいけないのはパンチなのかなって、でもこれは多分ライズのリングに上がったらどの選手とやるときでも基本的には近い距離で打ち合うことは、やはりこうムエタイよりかは多くなるはずなので、やっぱりそういった意味ではこう共通してパンチの距離、この距離ではこの技が来るなっていう、とにかくパンチには気をつけたいなっていうのがあります。じゃあもうリスクを覚悟の上で戦うって感じになりますかね？そうですね、ある程度のリスクは、負わないと、距離取ってだけ、戦うっていうのはどうしてもこうルール上難しいところがあるので、もちろんこう近い距離では打ち合うし、遠い距離ではちょっとテクニックを使いながら蹴ってもいくしっていう、この2つをうまく組み合わせて戦っていけたらなっていうのは思いがあります。で、ちょっと遡った話になりますけど、2020年っていうのはやっぱり梅野選手、はい、まあ、コロナもありましたけど、やっぱり試合がやりたくてもできないっていうのがものすごく続いて、はいはい、かなりこうフラストレーションがたまる1年だったと思うんですけども、去年1年を振り返ってみていかがでしょう？そうですね、こう決まってた大きな試合、ベルトをかける試合とかっていうのはことごとくこう試合直前でキャンセルになってしまったりだとかして、結構こうモチベーションとしてはこう保つのが難しいような状況が続いたんですけど、
でもやっぱりこれはもう僕だけじゃなくて、まあ、みんなどの選手も同じだと思って、うん、あの今はできることを一生懸命頑張るしかないなっていう、うん、そういう思いで結構毎日練習はしてたんですけど、うん、それでもやっぱ不安でしたよね、うん、今後試合これ1年2年後本当にできるのかなっていう、うんうん、だけどやっぱり、うんうん、その時なんかこうデビューした当時のことを思い出してですね、結構デビューしたばっかりの頃ってこうファイトマネーで全然稼げないとか、今後どうしていこうかなみたいな、大怪我しちゃったら引退だしなっていう、そういうのにずっとデビューしたばっかりの頃でずっと不安だったんですよ。結構その頃のことを思い出したりして、まあ、あの頃に比べたらまあ今って結構そこまで不安じゃないよなみたいな、じゃあやっぱりこう昔みたいに、うん、挑戦する気持ちを忘れずに、うん、不安だからってなんか足を止めちゃうとより不安になるしなっていう気持ちで、うん、結構まあその葛藤はあったんですけどね、うん、そう思いつつもまだ不安になったりとか、その繰り返しでしたかね、うん、その繰り返しの中で2021年を迎えて、今年はどんな1年にしたいと思いますか？そうですね、やっぱりまあ今年はそうですね、チャレンジの年にもしたいし、ただ先ばかり見すぎてても今のまあ現状を考えるとあまりこう先ばかり見せてもどうなのかなって思うんで、今まずできることを一生懸命頑張りつつ、その先にそのやっぱこう繰り返す先に日々にやっぱりこう明るい未来っていうのが見えてくるとは思うんで、まあ先ばかり見すぎず、とにかく今はもう一歩一歩しっかりできることを全力でやっていって、うんうん、まあ、まずはだから、次の試合、2月28日ライズのリングでいい試合を見せるって、うんうん、とにかく今はそこですかね。それで勝っていけばまた今後さらに先がより明るくなっていくと思うんで。わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。他ご質問ある方、はい、発表したいです。はい、お願いします。はい、そのタイライズというかそのライズルーン順応するということに関してはいつぐらいからその取り組みって始めたんですか？前回のワールドシリーズ以降、今回の試合の1ヶ月半ぐらい前ですかね、ちゃんと試合がこう正式に決まったのもそのくらい前だったと思うので、試合が決まったライズに参戦できるっていうふうに決まったタイミングで、うん、取り組み始めましたね。なんかこう一番こう苦労した部分というのはどういうところですか？やっぱりこう今もう結構パンチの仕方を変えていてですね、やっぱりこう向いてあると肘があるから、まあ、脇開いてもそんなに問題ないとか組めちゃうから問題ないっていう、だけどやっぱりこうどうしてもライザーと至近距離で超至近距離で打ち合うこともあるんで、そういった中でこう脇開くとあのカウンターもらいやすくなったりとか、こちらが打つ攻撃が相手にバレやすくなってしまうっていうのもあるんで、まあ、そのフォームですかね、パンチのフォームが難しいかな、勝ったかなと。あとは重心とか、やっぱりムエタイとかアップライトに構える選手が多いですけど、ライズルールであの構えをずっとしてるとちょっと反応が遅くなるというか、うん、構えとパンチのフォームですかね。あの梅野選手はあの今流行りのカーフキックに関してはどう考えてますか？ああ、それ僕はジムの後輩に聞いたんですよ、カーフキックどうやって蹴るのっていう、したらなんかこう、うん、蹴らないでほしいって言われて、そのなんかこう梅野源氏がカーフキックを使ってるのが嫌だって言われて、でそうですね、なんかこう梅の現実像があるみたいなこと言われて、それを崩したくないから教えないって言われて、結局わからないですね、カーフキックだ蹴り方もわからないし、うん、それやばいんじゃないですか？面白い相手が蹴ってきたらどうします？ただ何回か蹴ってもらったことあるんですよ、カーフキック。あれってやっぱりこう対戦相手が、まあ、ボクシング寄りの構えだとか、重心が前足に乗ってる選手っていうのは多分もらいやすいと思うんですよ、総合格闘技もそうですけど。ただあれムエタイ選手にはそんなに怖くないというか、
蹴ってる方が足怪我するリスクが高い技だと僕は思うんですね。だから僕はあんまり怖くないのかなっていう。もらったら確かにちょっと痛いなと思ったんですけど、そもそもこれもらわないよなっていうに思いですね、うん、あんま怖くないですね、試合中もし蹴られても。逆に梅野選手が試合で顔切ってたら相当びっくりだと思うんですけど、そういうの考えてないですか？いやだからちょっとやりたいなと思って顔キック、その聞いたんですけど教えてくれないんで、ちょっと僕なりになんとなくて人に膝下ら辺蹴ってみようかなってのもあるんですけど、そうですね、それ聞いてくれたらラッキーだし。そうですね、でも僕あんまりこうなんか新しい技をすごい、例えば三日月蹴りとかカーフキックとかいろいろ今出てきてるじゃないですか、掛け蹴りとか、あれも後輩の選手でやってる選手いるんですけど、あんまりなんか新しいのをやりたいなって特にあの、ね、こう見ててもそんな思わなかったんで、それよりかなんか、今までの技で十分こう対応できるというか、もっと自分にやらなきゃいけないことあるしなみたいな思いでしたね。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。他ご質問は？はい、大丈夫ですかね。はい。はい、かしこまりました。それでは、梅野源氏選手のインタビューを終了したいと思います。梅野選手、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました、梅野選手。ありがとうございました。